車します。お捕まりください。お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。この車は、宮下行きでございます。途中お降りの方は、ブザーでお知らせください。次は、市民会館。市民会館でございます。事故防止のため、やむを得ず急ブレーキをかけることがあります。お立ちの方は、つり革、手すりに必ずお捕まりください。進行中の座席の移動は、ご遠慮願います。東武バスでは、ご乗車になるバスの位置が、現在どの停留所まで来ているかを、スマートフォンなどで確認することができます。詳しくは、東武バスのホームページをご覧になるか、最寄りの営業所へお問い合わせください。パスも、スイカは、駅一部を除く、コンビニエンスストアでも、チャージをお取り扱いしています。発車します。お捕まりください。お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。この車は、舎人町経由、見沼台親水公園駅行きでございます。途中お降りの方は、ブザーでお知らせ願います。次は、観音橋。観音橋でございます。安心な分娩、妊娠管理、不妊症のご相談は、町木医院へ、伊香町前沼交差点徒歩3分です。お客様にお願いいたします。優先席付近では、混雑時には、携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所では、マナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。手すりまたはつり革におつかまりください。お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。このバスは新堀経由東海駅西口行きでございます。次は六軒道路。親しい友人と家族でのお葬式、駅から5分花膳セレモニー、家族空間 F リビング前です。事故防止のため、駆け込み乗車はしないようにご協力をお願いします。発車します。手すりまたはつり革におつかまりください。お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。このバスは、新座車庫行きでございます。途中お降りの方は、ブザーでお知らせください。次は、東町でございます。のびのびと個性豊かに元気な子、芝生で遊べる立花幼稚園、当園ホームページをご覧ください。携帯電話でバスの現在位置が簡単にわかりますので、急いでいたり乗り遅れが心配な時に役立ちます。東武バスオンラインで検索してから路線バスを選んで、乗車停留所と降車停留所を入力するだけです。ブックマークや画面メモに登録されると、毎回の確認にも便利ですので、ぜひご利用ください。